皆さんこんにちは私の YouTube チャンネルへようこそ乃木坂46大阪46日向坂46からなる坂道グループ国民的アイドルグループだけに高倍率のオーディションから選ばれたメンバーたちだが意外と世間は狭いグループの中には親戚同士や同級生といった意外な関係性を持ったメンバーが複数いるのだ 写真、親戚、同級生、学校の先輩後輩、意外な関係性を持つ乃木坂 46& 日向坂46メンバー、最近話題になったのが、乃木坂46、4期生の松尾美優と5期生の中西るのが同じ小学校に通っていたこと。これは9月16日放送の「乃木坂工事中テレビ東京系」。毎週日曜24時15分 の中で松尾が明かし、MC のバナナマンも驚きの声を上げた。過去にも配信番組などで話していたこともあり、ファンの間では知られた事実ではあったが、番組の中では初出し情報で、バナナマンもびっくりだった。ともに千葉県出身の2人は、同じ小学校に通い、中西の方が1学年上。しかも2人とも同じ図書委員だったという。 小学校当時から松尾の美少女ぶりは有名だったそうで中西はめっちゃ松尾さん可愛くて当時から本当に可愛くて有名だったと振り返っていた同じ学校という関係性で言えば日向坂46.3期生の山口ひよと4期生の平尾ほのかは同じ高校の同級生だったこれは昨年8月12日グループの YouTube チャンネル日向坂チャンネル のの動画内で明かされたもの共に鳥取県出身の2人は一緒に地元に帰省し山口の実家を平尾が訪れることにその中で実は同じ高校でしたと明かしたグループ加入前の高校時代にも坂道グループが好きな者同士で話をしたりと面識はあったという2人平尾が新メンバーとしてプロフィールが公開された時山口はあれ なんか記憶にあるぞと知った顔に驚いたという2人は7月に鳥取ふるさと大使に就任し鳥取県の PR にも貢献しているいとこ同士の乃木坂 46& 日向坂46メンバーまた昨年12月に体調不良によりグループ活動を辞退した4期生の岸穂香と3期生の森本麻里は同じ中学。 高校の卓球部に所属していたことを昨年7月17日放送の「日向坂で会いましょう」テレビ東京毎週日曜25時20分で森本が明かしていた2人は共に東京都出身ちなみに森本は卓球部といっても幽霊部員だったというさらにはメンバー同士が親戚という関係性も乃木坂46 5期生の伊予きまおと日向坂46.4期生の静玄寺陽子はいとこ同士という間柄だ。これは昨年5月19日、乃木坂46の YouTube チャンネル、乃木坂配信中の動画内で明かされた。ともに兵庫県出身の2人、伊予きは静玄寺との関係について、ちっちゃい時からお正月もクリスマスも誕生日会とかも一緒にやったり。 してきたといい親戚同士の付き合いも深かったそう翌年1月21日に「日向坂チャンネル」で公開された動画では清源寺が帰省先の兵庫県でイオキら親戚一同と百人一首を楽しむ姿を披露していたその後イオキは選抜メンバーの常連として清源寺は表題曲のセンターとしてそれぞれに活躍を見せているどう思いますか 気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。